妖怪豆知識の時間だよー。ねえ、知ってる？鹿児島県には、カッパにまつわる名字があるんだよ。その名字は、切手、はがきに貼るあれとは違うよ。切手さんのご先祖様は、カッパに掴まれて川に引きずり込まれてしまったことがあるんだって。その時、作業用の釜を持っていたから、それでカッパの腕をちょん切っちゃったのさ。おかげで切手さんは、カッパから逃げることができて命拾い。この逸話から、カッパの手を切る、イコール切手という名字を使い始めた、という説があるよ。名字は自分や故郷にゆかりのあるワードを選ぶことが多いからね。恐ろしい妖怪であるカッパに一矢報いたその勇気。あっぱれだ。ぜひ、名字という形で子孫孫まで語り継ぐといい。以上、妖怪の豆知識でした。最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。